アルレム・デジールはフランスの政治家。1980年代、フランスの反人種差別 NGO 組織 SOS 人種差別の活動家及び代表として初めて名が知られた。続く10年間は自身の国政選挙計画に専念し、最初は環境世代、その後社会党に入党した。デジールは1999年以降、 欧州議会議員を務め、2004年と2009年に再選された。2011年フランス社会党の大統領、候補予備選挙キャンペーンの間、デジールは党第一初期代行を務め、2012年10月に第一初期に選出された。2014年4月9日より、マニュエル・バルス内閣のヨーロッパ問題、担当大臣就任に伴い社会党、第一初期を辞任。 学校の校長を務めるマルティニーク出身のジャン・マリー、デジール、そして共産主義に同調し同時に反植民地主義者である傍受験出身のニコル・デュメリーとの間に生まれた。母ニコルは保育園に勤務する労働者総同盟のサンディカリストであった。デジールはパリ第一大学パンテオン・ソル・ボンヌで学び、1983年に哲学の学士号を取っている。 1980年代初頭、デジールは全フランス学生同盟独立と民主主義の学生自治会に参加した。同じく NFID に参加していたジュリアンド・ドレーと近く、彼は1984年に SOS 人種差別の代表となり、1992年まで務めた。彼の強烈なメディア露出が当時彼が関わっていた運動のパーソナリティを作った。 SOS 人種差別のスポンサーであったピエール・ベルジェはデジールはまさに人間の良心だね。彼はまたフランスの現在の名誉だよ。と称した。デジールが代表を務める間、SOS 人種差別は頻繁にメディアに登場し、定期的なイベントを開催し、共感の価値に基づく演説を行っていた。当初は文化の多様性の促進に焦点を当て、 アルレム・デジールのスピーチは長い時間をかけて人権からさらに伝統的な共和主義へと進化した。1987年、デジールはテレビの政治番組ルールド・ベリテのゲストとなった。彼はそこで評価を得て、彼のパフォーマンスは政治的コミュニケーションの観点から厚紙のカードのようだとみなされた。アルレム・デジールの評判は当時、 青少年のスポークスマンといくつかのメディアで言われるほどだった。1990年、彼は SOS 人種差別は湾岸戦争に反対すると表明した。彼は経験に基づいて湾岸戦争が間違いであると考えていた。二度目の妻であるジャーナリスト、アンナ・アニエリーとの間に二人の子供がいる。1992年に SOS 人種差別を実施。 短命に終わったルム・ブマンという政党を作ったが、数ヶ月後にデジールは環境世代に入党した。彼は1993年フランス議会総選挙においてイブリーヌ県第11選挙区の環境世代候補者となった。彼は第1回投票で投票数中6.84%を獲得したが、彼は2位であった社会党候補者への投票呼びかけを拒否した。 半年後の1993年12月、デジールは社会党に入党し、1994年には官庁に就職した。彼はその時から現在まで社会党左派のメンバーである。彼は1989年から1994年、1997年から1999年まで、経済社会環境評議会のメンバーに任命されていた。 彼は1997年に再び、オルネースイコールボマ選挙区から議会総選挙に出馬したが落選した。2年後、彼は欧州議会議員選挙に当選した。2004年欧州議会議員選挙では、デジールはイルド・フランス地域県における社会投稿保守リストの先頭に乗った。彼は、この選挙で投票数の25.03%を獲得。 欧州社会党会派の副党首となった。欧州議会議員として在職中、デジールはグローバリゼーション問題を専門としている。彼は毎年世界社会フォーラムに出席し、もともと当便税導入賛成の会見論者である。2008年にランスで開催されたフランス社会党大会では、デジールはベルトランド・ラノエ候補の支持に回った。マルティーヌ・オブリーが 党代一初期に選出されると、事実上党内序列2位とみなされる、全国初期職に就いた。しかしこのことは1980年代のようには、公にされなかった。マルティーヌ・オブリーが、フランス社会党の大統領候補予備選挙への立候補を表明すると、党内序列2位のデジールは、政治的協議によって2011年6月30日に、第一初期代行と、 大統領候補予備選全国会議の議長に任命された。従って予備選の終わる2011年10月16日まで彼は党の指揮を取った。2012年5月27日、デジールはマルティーヌ・オブリーの後継として党第一初期選挙に立候補することを表明。同年9月12日、オブリーとジャン・マルクエロー首相がデジール支持を明らかにした。 2012年10月18日に行われた社会党第一初期選挙の投票において対立候補エマニュエル・モーレルを破り第一初期に選出された2017年7月18日 OSCE のメディアの自由に関する OSCE 代表に任命された任期は3年 SOS 人種差別の代表を1992年まで務めていたデジールは 1986年11月から1987年10月までの1年間、リール市に拠点を置く移民の訓練教育地域権協会の教官という架空の職について月給8900フランを受け取っていたことが発覚した。彼は1998年12月7日、団体資産の不正委員として執行猶予18ヶ月と、 罰金3万フランの有罪判決を受けた。デジールは SOS 人種差別代表であった時の駐車違反で、1992年5月に判決が下り罰金8万フランを財務省に納めるよう求められていたが、フランソワ・ミッテランの御社の恩恵を受けている。ありがとうございます。